はい皆さんどうもエィですどうもどうもハッピーメリークリスマスということでですね、えー、帰ってきたらちょっとびっくりしたことがありまして、えー、ギフトをいただきましたありがとうございます、まあ、名前はちょっとあえて伏せさせていただきますがいつもあのご支援ありがとうございます感謝しておりますであのメリークリスマスということでねこれがこの動画が25日以内に出ることを願っておりますけれども、まあ、今から編集するんですけどね本当にありがとうございますもう金額もなかなかさることながらこれでようやくあの欲しかった電子機器というか YouTube にあげるようなもうあの電子機器とか あと欲しかった本とかを買うことができて、えー、非常に充実するこさせることができるので、本当に感謝しております。ありがとうございます。決して、あの、個人のために使ったりはあまりしないので、あの、本当に感謝しております。まあ、ちょっと使うかもしれない、ですけれどね。お米買ったりね。まあ、そんなわけで、本当にいつもありがとうございます。こういうのをいただくとですね。もう、ふ、常日頃、思うって、おくべきことではあるんですけれども、ふざけた動画はあまり作れないなという気分に、本当に、あの、身の引き締まる思いです。あの、数学的な、きちんとした内容を、これから、まあ、上げていき。 と思っていてい最近はその数学の雑談というふうに思われても仕方ないかなと思うようなこういろいろなお話をしたりしていますけれども決してあれはいい加減なことを気持ちでやってるわけじゃなくてきちんと数学的目的があってあと教育的意義もあるかなとなんとなく思ったりして、えー、取っているものが大半ですしまあほとんどそうなんですね。で数学の本当にクリ ティカルなというかちゃんと技術的な側面についての動画は最近ちょっと上げれていませんけれども過去問解説とかねそんなことよりも僕が多分やるべきことは他にあるんじゃないかっていうことでいろいろと数学のネタというかいろいろと勉強してきたようなこととかから自分が不思議に思ったこととかみ皆さんが結局このところこういうところがわかんないからわかんないんじゃないかっていうようなところとかをいろいろと解説したり本当に僕ができること他のチャンネルで最近こう数学の動画とかたくさん上がってると思うんですけど その中でも僕があ貢献できるようなことを、他には他の人ができないようなことで僕が貢献できるようなことを、例えば数学史とか教育的な内容とかそういうことができたらいいなと思って全力で動画を作っているんですね。こうペラペラ喋っているように見えて意外とちゃんと作っていったりはするもんです。なのでいろいろとね構成したり、まあそんなあの裏方の話はいいとして、まあ、こういうのをいただくとですね、本当にもうこれからもちゃんと作っていかないとなと、いいコンテンツを作れるように努力していきたいと思っておりますので、あの本当に。 ありがとうございます感謝しきれません。というわけで、えー、25日以内にこの動画を上げたいと思っていますけれども、あそれえー、皆さん、メリークリスマスということで、えー、とい,かがいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、今年もね、もうすぐ終わっちゃいますし、もう何度なんだかと言ってね、正月の方が皆さん楽しいんじゃないでしょうか、クリスマスなんかよりね、一、まあ、人ぼっちかもしれませんし、まあ、僕なんかと違ってね、皆さん、なんか伴侶の方がいるかも分かりませんけれども、それでもあの楽しい年末を皆さんお過ごしください。そして正月を楽しみにしていきましょうということで。 ですね、というわけで今回は本当にありがとうございますということで帰ってきてちょっとびっくりしたんですけどねありがとうございます本当に有意義に使わせていただきますでは、えー、次の動画もお待ちくださいさよなら。